やってまいりました。ついに念願の北海道の味覚、金平のジンギスカン。こちらなんと長沼町本店、長沼にいます長沼です。今日は長沼のキャンプ場でキャンプするんだよね。うん、初めて行くキャンプ場です。なので長沼の金平の本店でジンギスカンを調達します。はい、まあ、味は同じだけど。どうなんだろうね。同じでしょ。うわあ、これこんなとこにあんだ。かわいい自体。北海道ウニ町発東京ホルモン念願の東京ホルモンに来ました。なんか味あるね、看板が。10分で着いたよ、金広から。最高じゃない。ジンギスカンとホルモンあったらもう十分じゃん。珍しく今日は肉コースだね。そうだね、海鮮はありません。おかしいね、北海道なの東京本当だ。やめなさい、人が食べてるの覗くのやめなさい。あの鉄板を買っちゃう人とかいるらしいよ。いや欲しい。東京ホルモン好きすぎて。ちょっと深くなってるな。めちゃくちゃ人いるよ。大事だよ、日焼け止め。えらいぞ、ケイト。顔も塗れよ。顔は塗ってるよ。ここは長沼町なんでちょっとなまってんの。青森弁ちょっと入ってなかった。入ってない。長沼町、うん、マオイオートランドという初めてのキャンプ場。ずっと気になってた。うん、こんな近いんだね。近い。1時間かかんなかった。なんでここにしたかと言いますと、うん、もっぱらサウナにドハマりしておりまして、うん、ケンなんて俺一生サウナに入れるならもう他に何もいらないとか言ってけどちょっと話長くなりそうじゃない、それ。大丈夫、後で言った方がいいんじゃないの導入が長いのよ立ててからちょっとゆっくり喋ろう。とりあえずサウナがあんのよ。うん、だから来た。はい、それだけ。立てますに帰ってきました。いやもう本当に早くキャンプ行きたかったね。何週間ぶりだろうね。分かんないけど、なんかしばらく来れてない感じ。うん、ケン、大変。みんなバテてる。みんな。みんなバテてる。やっぱりみんな北海道出身だから。
暑さに弱い。うん。みるる、シマ、大丈夫か。うん。シマ、大丈夫かい。耳ひっくり返って。うん。かわいそうに。今水やるからな。水分補給だ。ケン、あんた汗やばいよ。これやばい。動画に映せないぞ、これ。汗やば。汗やばいのよ。はち。とりあえず飲むわ。何度あれ。え、ちょっと調べてみて、何度か。多分38度ぐらいいってんじゃないか。さすがの北海道も。28度です。え？現在地28度です。東京の人は怒られるよ。暑すぎ。28。待って、東京の人どうやって生きてるの？マジですごくない？え、俺ら、ふもとっぱらで本当にキャンプできんのか。その頃にはちょっと。時期的に大丈夫じゃないか。うん、しかも標高も高いし。え、マジですごくない？あっちの人。インスタとかでも出てくるもんね。まあ、避暑地に行ってるのか、でも。長野とか、岐阜とか。ついに出す時が来ましたか。来ました。自家製レモン漬けでございます。こりゃうまいよ。1日目のやつ味見程度に飲んだけど、それでもめっちゃうまかったからね、うん、でもなんかまだやっぱり足りない感じで。そうだね、うん、若い感じ。これは若いなんかこんなサラサラになったんだ。そう、ドロッドロだったのにね、うん、やっぱりこれ100年かかんじゃない。うわー、こりゃうわ最高だ。バキバキ強炭酸。そんなんだ表現。うわだいぶ汗引いてきた。引いてないよ。引いたよ。じゃあ、うまそう。初レモネード自家製。乾杯。乾杯。めちゃくちゃうめえ。上品。これ何杯入れた ？8 かな結局。超小さじ8。深みがある。いいね。いいね。めちゃくちゃいい。なんか食前酒みたいな感じじゃない？アルコールないけど。うん。ちょっと今からサウナだから。カツオのたたきでも食べる？カツオのたたきだけノンアルで食べてサウナ行くか。でサウナ上がりのジンギとホルモン。うわあ。え？シマだ。そう。シマの声する。つつつ？つつつ。ほら。え、いるの？近くにいるぞ。あ、まあ長沼はいそうだね。でも徳島県産すだち。すだちするやつ欲しいな。え、欲しい。ね、ガリ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 やるやつ。うわー美しい。半分は明日使いますか。はい。うわー、さらに懲りずにすだちポン酢かけるから。めっちゃビール飲みで。このすだちポン酢がこの間調味料ボックスで全部口開いて漏れてて、うん、散々な目にあったんだよね。あれはちょっともう二度とあってはならない事件だよね。二度と繰り返したくない。臭かったな。まだちょっと臭いからね。うん、そうそうそう。今日寝れるかな。ね、でも家より涼しいかも。最近もうずっとリビングで寝てるもんね。食べなさい。ケース食べなさい。これいいからいいから食べなさい。久々だね、カツオのたたき。うん、いただきます。あ、これなんだ、ニンニクか。あ、生姜もある。あ、生姜あった方がいい。うんうんうん、ね、ありました、たっぷりね。クカキと。いただきます。うん、爽やか。ビールだわこれ。ノンアルあるよ。最近うちらのサウナのハマり方さ、うん、結構本格的にハマってきてしまって。そうだね。なんかサウナのためなら全然ビール飲まないで耐えられるもんね、うん、この前菜。そうだね。で先にサウナ行っちゃってもよかったんだけど、うん、ちょっと一回ゆっくりしたかったんだよね。え、すごいこれ。マジでビールだよこれ。う
まっ。うめえ。え？いや、ほぼビールだよね。え？最近、戦闘付きのキャンプしか検索しなくなっちゃった。なんか俺らもっぱら湖だったけど、その楽しみが増えるとまた話は変わってくるの、うん、また飛行機だね、ピーチだって言ってる。またピーチ、うん、ちびっ子たちも、うんうん、ピーチだえ、こんなとこに空港あったっけ、うん、おい、乗りかけても美味しそうじゃん。あるよ出ました久々だ、キムタクのドラマヒーローでしょ。いや、ちょっと私次東京行ったらさ、あのヒーローのさ、うん、イチョウ並木のところでさ、県にさ、キムタクと同じ色のダウン着て歩かせたいんだよねで、私、じゃ恥ずかしいわ。松田が やりたいんだよね。え、メガネかけてみたいな、うん、それだけのためにスーツ持ってくの、家から。そうで、俺はそれだけのためにあの色のダウンを買わなきゃいけない。そうで、ちゃんとカツラも買わなきゃダメ。カツラもやりたいのよ、そういうの。アホでしょ。あんた嬉しそうだね、ケン。入るか。頑張った甲斐があったな、お酒飲まずに。うん。うわあ、みんないいね。みんな風呂上がりに飲んでる。いいねー。いいねアルニカ、え、アルル、え、アルルすごすぎ。これ家より最高じゃん。なんならさっきの整い椅子よりいい。この椅子も良くない？めっちゃめっちゃいい。角度がすごいいい。しかも外に整い椅子 ないパターンだったじゃん。なかった。だからここ今整ってる。これ多分今ジンギスカン始めたらさ、汗だくになると思う。もうすでにじわじわ書いてきてんだよ。じゃあやりますか。え、ジンギから行くよね。あ、ジンギが締めパターン。どっちがいい？あり。東京ホルモンもあり。ホルモン食べたくない？ホルモンいっか。でもすごいホルモン食べたいんだけど。やばいよ。これでやりたかったのよ。ホルモンとかジンギとかを。サイズがベストだよね。あー、空腹がマックス。いや、わかる。最高、最高の状態。はい、どうぞ。ちょっとこういうのマジで好きなんだけど、これこんな感じ。なんかもうビニールに入った味噌の漬けホルモン、やば。なんかこういうホルモンにこういう味噌だれがついてくるよね、うん、でとりあえずホルモンを焼いて味噌だれを入れるっぽい。うわー、全部入れちゃうよね。全部入れていいんじゃない？結構あるね味噌入れるか。入れてみっか。何年ぶりだろう。2年ぶりぐらい。ゼクちゃんを買った日に食べたんだよね。焼きすぎない方がいいのかな。これはなんか煮込む系で、しかもこの汁が最後うどんのつゆになるから、うん、はいはい、蒸発させないように細心の注意を払ってって書いてあったから、ね、これの汁で半分やってうどん。いいね、いいね、いいね。うどん3人前買ったから、1.5 これでやって、金広で 1.5。 なるほど、うん、大変だこりゃ。ビール足りるか。こんなもんか。もうそれいいんじゃない？え、いいと思う。うん。座って。はい。ケン、座って。はい。あ、冷えてんじゃん。素晴らしい。本日もこちら、ホルモンには絶対。絶対これ。北海道の自慢、そこのクラシックでございます。なんか久々じゃない？いや、我慢した甲斐があるわ、昼。これ相当うまいぞ、ケイト。あっち真夏。はいはいはい。こっからが本番ですからね。じゃあ、行くぞ。よし、行くぞ。
よし、あんまりやりすぎるとね、せっかくの。どうぞどうぞ。いいよいいよ、ケイトも言っていいって。各自、あ、いい感じにもやしがしなしなに。うわ、これ足りる？1キロいけたか。いただきます。うん、1位じゃない？ホルモン界。1位じゃない？ちょっとまだ旭川のババホルモン食べたことないから何とも言えないけど、暫定1位じゃない？あ、うんま。これ1キロいけるわ全然。死ぬほど腹減ってた。うん、まっ。東京ホルモンのために作られたような構造じゃない、このマルチグリドル。やっぱ深型の方が良かったのかなって一瞬思ったけどさ、うん、深型じゃなくても結構種類いけるね。全然いけるね、うん。ちなみにこの東京ホルモンは東京のホルモン屋さんじゃないのに、東京の人が地元に帰ってきて出したから、うん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 、東京ホルモンっていう名前になったんだったかな、うん、だから東京に本店があるとかじゃないんだよねっていうのが、なんかまた面白くて、めちゃくちゃ地元民に愛されてんだよね。最後さ、うどんも買いたいんですけどって言ったじゃん。そしたらすぐそこに北連あるんで、そっちの方が安いですよって言われたんだよね。めっちゃウケた。めっちゃウケたよね。優しいってなって。めっちゃ優しい。全然押し売りしない。なんかそういうのほんとほっこりするよね。田舎であるよね、うん、そういうの。これはあっちの方がいいと思うよみたいな普通に言っちゃうっていう。なんかこの長沼町さ、うん、うちら興奮してたけどさ、なんか最近移住者が増えてるぐらいめっちゃ注目されてる町なんだよね、うん、なんかインスタの DM に来てたの、長沼町に来てたね、本州から移住しましたって、うん、なんか去年来て一目惚れしてみたいで、なんか自然めっちゃ残ってるのに、おしゃれなオーガニックのカフェとかが結構多いんだよね、うんうんうん、今注目されてる街で、明日の帰りなんか見たいね。おしゃれなカフェとかちょっと寄って帰りたいなと思ってんだけど、うん、一軒家も全部おしゃれだった。一軒家すごかったね。全部薪ストーブ多分ついてるっぽい煙突が出てた、ね、そんな家だったよ、ね、ちょっとなんか探検して帰りたい感じ、うん、明日天気良かったら寄るか。うん、ね、なんか台風来てるっぽくて、今日も実は北海道全域で雨予報なんだよね、うん、日本海側はめっちゃ荒れてるらしい、うん、雲を避けるようにこっちに来たんだよね。うん、その雲が明日来ちゃってたらきついね。あわよくば2泊3日でもともと計画してたからもう1泊したいけど。丸うどん、スーパーのやつ、北連さん。ケン、これ給食の時4等分してた人だっけ？そう、こう言ってたね。俺か女子しかやってなかったその話2年ぐらい前もしてめっちゃウケたんだよ。俺か小ぶりな女子しかやってなかっただいたい男子さ、これ箸で切るのすらもうめんどくさくて1個でジャーンって入れてさ、そうで、スープがさ、バーって溢れてさ、そうそう、もうお盆ぐちゃぐちゃになってるとかいたじゃん。その麺の端は染みついてないの。そう、うん、絶対嫌だったなんかこのうどん、本格的なうどんじゃん、ちょっとこう選んだんで、うん、素晴らしい。こういうなんか、うん、茹で上がってる蒸しうどんタイプの中では、うん、結構見た目が良かった。うん、良さそう。いい、良さそうだよね。うん、カレーうどんみたい、うまそう。ビール、うん、やばい、めちゃくちゃキンキンだ。平日なのにさ、混んでるよね。うん、いや、夏休みだと思う。確かにね、子連れいっぱいいたね、うん。うん、ほぼファミリーじゃない？そうだね。ここファミリーに良さそうだよね。めっちゃいいと思う。なんか遊具もあるし、お風呂もあるし。いただきます。うまい。これうまい。うまい。あ、うまい。このうどんいい。いい。ボソボソにならない。うまい。うわ、しみしみ。
こんな短時間で染みる？こんなに。ね。せんべい汁のせんべいみたいじゃない？ずいぶんせんべい汁忘れられないみたいだね、ケンは。せんべい汁はね、結構ヒットだった。いや、今日暑いね。てか今年の北海道異常気象じゃない？去年とかさ、30度1週間ぐらいしかなかったよね。そうだっけ？てか、なんか毎年の感覚。今年3週間ぐらいない？すでに30度超え？あ、あるかも。結構早くから30度超えてたもんね。6月もあったよね、めっちゃ暑い。そう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 、あったあった。夏が長く感じていいわ。うん、ね、であっという間に寒くなるんだよね。なんか、えってぐらいあっという間に冬になるよね。もう冬来るよもうあと来月ぐらいにはもう多分冬来てると思う。そういうスピード感だよね。来る来る。9月って急にね、急に裏切られるよね。裏切られる。道東とかだったら多分寒いよね。ああ、なんかこの前道東行ってた人ストーブ使ってたね。マジ？うん。うどんもいいけどご飯もいいんだよね。ご飯とジンギスカンも。さすがにやりすぎだよね。この前血液取ってさ、中性脂肪ちょっと高かったじゃん。見てないんだよね、どれぐらい高かったか。ちょっと高かったね。1ぐらいじゃない？もっとだよ。10とか？50とか60ぐらい。オーバー？それやばいでしょ、あんた。もうなしだわ、このうどん私が全部。それダメ。それ家族会議じゃないっけ。なんですか？どこに？あれ？なんか静かだね、ね、ここ。てか区画が広いのよ。素晴らしい。結構来ちゃうかもしれない。うん、また来よう。さっき温泉、お酒飲んでないから車で行ったけど、全然歩ける距離なんだよね。そう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 。なんか敷地内にあるわけじゃなくて、隣のエリアにあるから7、8分は歩くのかな。うんうん。車で行ったらもう1分だから、まあ、とりあえず車で行ったんだけど、最高だよね。しかもキャンプ場泊まった人なら350円だった。半額になるんだよね。350円で入れて、サウナもめっちゃ高温で、うん、水風呂だけがちょっとぬるかったんだけど水風呂がね、悔しい。ちょっとぬるかったんだよね、うん、そうなの。なんなら5分ぐらい入れたもん、水風呂に。いやいやいや、俺ずっと入れた。一生一生入れたそこら中のさ、蛇口ひねって水出ないか確かめたんだけどさ、どこも冷たい水出なかった。まあ夏だからなのかな。しかも私さ、水風呂入った時4人入ってたんだよね、水風呂に。サウナ上がりの人マジ？もう多分県より暑かったと思う、温度。だって4人入ってんだもん、サウナ上がりがすごいね。なんか女性ってあんまり空いてるイメージだけどさ。いやいや全然。へえ。みんなガチだよ、みんなガチむしろ男はすごいスカスカだった。へえ。人誰もいない。俺しか入ってなかった。マジで。やっぱ冷たくないとね。食べる、金平食べる。皆さんお分かりいただけますでしょうか。これあのキッチンペーパーとウェットティッシュだけでこんな綺麗になります。マジでこれ冬とかマジで重宝すると思う。確かに冬さ、炊事場さ凍ってていけない、はい、使えないところ多いじゃん、うん、いつもさ、なんか油取れないとかさ、なんかいろいろ苦労してたじゃん、うん、やばいね。全てのさ、調理器具のさ、器の底がこれになってたら最強なのに。てかこれと、なんなら深型、うん、買ったらもう深型に。なんかその2つだけで生涯。深型だったら鍋もできるのかな、うん、別に鍋はこのね、あれでいいんだけどね。まあね、うん、でもこっちの方がやっぱかっこいいじゃん。かっこいいね、うん、いやいいね、いい買い物しましたね。軽いし。うちらの動画さ、うちらの親も見てるじゃん、うん、この間私のお母さんさ、うん、いやあのマルチドグリルいいねとか言ってさ影響されてんじゃん。完全に間違った方で覚えてた。同じに長沼の自慢、金広人ですか。本店で買いました。まあ味は同じだけどね。そうだね、まあ、強いて言うなら、うん、オンラインとかで買うと冷凍できちゃう、うんうん、これはもう冷蔵の生なんで、はい、ジューシーだよねきっとね。あでも冷凍でもね、正直全然美味しいんだけど。いやそうなんだよね。今日の新聞はあれどこ、やっぱ読売なんだ。読売なんですね。やっぱり読売なんだね、金広さん。なんでなんでしょうね。同心じゃないんだすごい、ハモった。同心じゃないんだね、読売派なんですね。うん、珍しいよね。ジンギスカンはもやしが先だから。あ、そうかそうかそうか。なんでだっけ。もやしの上の蒸気でちょっと焼く。でもこのマルチグリドル、うん、ジンギスカン鍋の構造と真逆じゃん。だからちょっといろいろこれはルールに反してるんだけど、うん、ちょっと一回やってみて、考察する必要がある考察。うわ
でかいね。半端ないなこれ。半端ないね。汁全部入れた？入れちゃった。大丈夫じゃない？多分もやしの水分で増えると思う。あ、増えるか。このさ、ジンギスカンの見た目がさ、もうすごくない？これなんか綺麗だよね、めっちゃ。お刺身。なんかラムって結構筋があるんだよね、端の方さ。筋をね、取ってくれてんのよ。こういうところ多分ついてたんだよね、きっと。こんな筋がないね、ジンギスカン。なかなかないもん。考察多くない？うん、だいぶいい感じですよ。これまた俺の仮説になるんだけど、金広のタレに絶対リンゴが、すりおろしリンゴとかが入ってんだよね。いい甘さ。蜂蜜とかかな、入ってそうだよね。どうする？どこ入ってんだ？てか、成分表見ればいいか。え、その裏に書いてないの？わお。原材料名。はい。羊肉。タレの中身。はい、はい、そこですよ。玉ねぎ。あ、入ってる。それは入ってるよ。生姜。ガーリック。ガーリック。リンゴ。リンゴ、ほれ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 。リンゴなんだって。このいい 甘みは。正解です、ケンさん。よかったー。やっぱりリンゴか。ジンギスカン作ってみたいね、今度。全然その良くないんだけど。自家製ジンギスカン全然やりたくないんだけど。いや、私最近ちょっと納豆作りたいのよ、一から。いや、それ全然ない。大変そう。なんかさ、綺麗な人が納豆作ってたんだよね。丁寧な暮らしをしてる。あ、いいね。なんか綺麗な人が納豆作ってて、うん、それだけだからやりたい。まあ、でも、何でもちょっと作ってみたいね、自分たちの好きなものさ。じゃあ食べましょう。はい。でも結構飲めるね、こちら。30回。わお。まだうまいか。まだうまいぞ。クラシックって永遠。永遠だわ。じゃあ、おのおのパーティーでいいですか。そうだね。これよ。筋もないし、うん、変な油もないし、ない。油全然浮いてないの。何なんだろう。罪悪感がないんだよね。むしろ痩せるよね、多分。痩せそう。うめえ。整ってる時白目向いてるから恥ずかしいんだよね、ちょっと。え、なんか見られたの？いや、見られてないけど、なんか自意識過剰かもしれないけど、うん、ちっちゃい子が整い巣で白目向いてた時に、私がね、なんか白目向きながらもなんかこう、なんかちょっとこっち見てる女の子がいて、なんか目あったのさ、うん、ずっと私のこと見てたんだよね、こうやって。なんかだから、うん、もしかしてなんかうちらの YouTube 見たことある子なのかなと思って。それからかもうすごい恐ろしかったっていうか、うん、かもね、うん、なんか化け物かと思った、ね、で死んでると思ったんだよね、多分。死神かなと思ったんだよね。なるほどね、うん、でも一応笑ってみたんだよね、私も。でもちょっと白目から微笑んだんだ。そうそう、よっぽど怖かったと思うけど、無反応だった。で、見ちゃダメって言われたんじゃない？お母さんに。だからちょっとあんまりやっぱ白目とか向いて整えないなって、うん、相当目いってるらしいからね、ケイトね、整ってる時。そうそうそう、友達のお姉ちゃんに目撃されて、その時もさ、銭湯でさ、こうやって白目見てたら何回もここ通ってなんか見てくる人いて、何めっちゃ見てくるじゃんこの人と思ったら、なんかやっぱケイトだよねみたいな言われて、なんか友達の姉ちゃんだったんだよね。分かったんだね、この話ってのに。いや、だから何回も見たんだって。恥ずかしい。銭湯で人に会うの結構恥ずかしいよね。家のお風呂上がった後もさ、白目向いてるでしょ、ケイト。なんかもうなんかもう寝そうじゃん、半分寝そう。昨日でしょ。昨日かな。昨日最高だったんだよね、うん、もう家着いてそのままお風呂行って、でエアコンのとこで、あ、そうだそうだそうだ、ワックのマットにダイブ、うん、最高だったな昨日は。ほら満月だ。本当だ、うん、月が明るいからか星が見えないのは。ケンが夜ピーヒャラでトイレに行ったので、その間にうどんを茹でます。
ルピーシャやから全く帰ってきませんが、うどんが茹で上がってしまいました。どうだった？何が？いい感じ？いい感じか？調子いい。待って、めちゃくちゃうまいんだけど、このうどんがうまいのかな？ちょっとこのうどん忘れたくないから、備忘録として。コシヒカリ？違うわ。北海道じゃないの？コシアリだった。コシヒカリじゃなかった。道産小麦使用丸うどん。藤原製麺。食卓に。夢を、藤原製麺。素晴らしい夢、しっかりといただきました。私、蒸し麺って結構コシがなくてあんまり好んで食べないっていうか、あのやっぱ冷凍うどんがすごい、わかるわかる、いいじゃん、コシがあって。これはね、結構茹ですぎたかなと思っても全然伸びてないし、コシもあって鍋とかにもいいかもしれない、藤原製麺、素晴らしい。旭川のすごいね、旭川会社でした。暑い、めちゃくちゃ暑い。あ、ちょっとこれあってよかったね。これ顔用だからね。さっきより暑くなってる。この中が暑いのかな。インナーテントも全面フルメッシュにできるから、うん、今したね、したんだよね。じゃあ寝ますか。このまま順調に雨が降らなければ延泊することも可能。違うとこにってことで、帯広の方とか行くか。釧路の方は降らなそうだからでも結構釧路ちょっとやりすぎか。旭川ちょっと旅行、プチ旅行でサウナ入って帰るか。明日の状況を見てですね。暑い、皆さん熱中症にお気をつけください。ねえ、エアコンがなかったらこんな寝苦しいんだな。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。目回って心配。熱中症？かわいそうに。あんた冬の生き物だもんね。そうかそうか。暑さに弱いか。